一丁暴れてやるか。12階層、2層分もの階層を貫いただと。ここでいい。アリア、貴様、どこにそんな化け物を飼っていた。なぜ今までそれを使わなかった。使えなかった。私はあなたをずっと人だと思い込もうとした。すごい力を持っていた。言葉を交わせるあなたはモンスターじゃないって心のどこかで思った。でもあの人と戦って教えてもらった。あなたに勝つには私の全てを使い切らなきゃダメだって。人の言葉を話すモンスターがいた。人の心を持った竜がいた。怪物の心を持つあなたとは真逆。私は見極める。誰が人で誰が怪物なのか、この力を誰に向けるのか、私は自分の目で確かめる。変わったな、アリア。ああ、お前は変わった。最初に会った時と比べてどうだ。お前はそんな目をしたことがなかった。むしろ、奥底を黒くよどませていたお前の瞳は私側に近かった。何がお前を変えた？どうしてそこまで強くなる？私は初めてお前自身に興味を持ったぞ。アリア、今日までお前は私の全てだった。お前を奪うことも私の仕事だった。私はこの世のすべてをくだらないと思っている。こうして自分の生きている意味さえ不確かだ。守ってやらなくてはならないものがあるとはいえ、惰性に違いなかった。だがお前を追う時だけは、お前と相対する時だけは、私は存外愉快だったのかもしれん。お前と剣を交えている時だけは、かつての冒険者のように夢中になっているのかもしれない。かつての冒険者だから今その姿になり果てたお前と対峙できて嬉しいのだろう。私は違う。あなたは私の敵、そして通過点。私はあなたを倒して私の願いを叶えに行く。お前はそういうやつだったな、アリア。人形のような顔をして小娘のように負けん気が強く、ひどく生意気だ。だがそれでいい。それがいい。貴様は床に、肉に手を突き込んだ。よこせ、分身ども。
肉が侵食。違う、これは鎧。お前が変わったというのなら私も変わらなければ。始めるぞ。今度こそ私たちの戦いを。来ましたね。行くよ。やったね。いや、見つけたぜ。そろそろ終わりにしようか、デメテル。そう、来てしまったのね、ヘルメス。痛い痛い、爪が肩に食い込んどる。すいません。悪いな、レイタン。無理言うてわざわざ飛んで縦穴から下ろしてもろて。レイタン。でもモンスターとパラシュートすんのもおもろい経験になったわ。様変わりしたな、ガネーシャのとこ。派手にここら辺を焼き払ったみたいやけど。ええ、周囲の肉は完全に死んでいます。モンスターの気配もありません。レイタン、うちのおもりはここまででええわ。元はわがままで突き合うてもろてただけやしな。しかし、神を一人にするのは。大丈夫やって、モンスターはおらんのやろ。フィンの作戦通り、こっからはドンパチやっとるとこに低下したってや。わかりました。神であるあなたがそう言うのなら。それでは。さて、探すか、ディオニュソスの足跡を。くっそ、肉が腐っとる。フィンの見立て通り、エネルギーを全部精霊のおる10層に回しとるみたいやな。モンスターも全部灰に変わっとる。敵味方全部養分に変えたか。天井に穴が開いとる部屋、タナトスやない、別の神の創刊跡。それにこの匂い、間違いないな、ディオニュソスのワインセラーで嗅いだもんや。答え合わせをしに来たよ、デメテル。ああ、見つかってしまったわ。ええ、見つかってしまったのね、ヘルメスとあなたの子供だけ。ごっさん、いいえ、
残念だわ。ロキたちとは言わなくとも、ウラノスの私兵も私のもとへ来てくれればよかったのに。戦力を分散させるために。ええ、だって準備は終わっている。サイはもう私の手から離れた。今さら私を拘束しようが、天界に送ろうが、冥府への扉はもう開く。エレボスが成し得なかったオラリオの破滅、私がやり遂げてあげる。あなたの眷属は？ここにはいない。いいえ、どこにもいない。なぜ？さあ、あの魔杖に送ったか、それとも花を咲かせるための餌に変えたか、どちらだと思う？ヘルメス、あなたには前に言ったわよね。私は不満だって。メーテールを冠し、芸の名を持つ私には今の下界は不本意なの。許せないのよ、この理不尽が、差別が、区別が。ああ、聞いたよ。確かにあなたの口から聞いた。慈愛の化身であるあなたが、この下界にまつわる全てを愛せない矛盾を、その葛藤を。なら、わかるでしょ？どうして私がこんなことをしたのか。茶番はやめよう、デメテル。もうネタは上がってる。あった。隠し通路。ガレスの言うとった通りやな。攻め落とされる城に抜け道があるのは常じゃ。隠し通路がないか、見落とすでないぞ。よう。自分がエニオやな。何ですって？あなたが惨めになるだけだと言ってるんだ。俺はあなたのそんな顔は見たくないし、道化に成り下がる姿を拝むのもごめんだ。神デメテルは豊穣の女神。さっきも言ったように、全てを包み込む慈愛の化身そのものだ。そりゃ怒らせると世界が荒廃してしまうくらいには恐ろしいが、このような直接的な方法はあなたのやり方じゃない。あなたはエニオなんかじゃない。つまらねえ罠にかかりやがって。落下時間から推算して現在位置は11、いえ12層。すぐに戻れそうにはない。いえ、戻らせるつもりはない。
ゼフィア！ずっと不思議に思っていました。あなたは誰なんだろうって。エニオの影で霞んでいたけれど、あなたもずっと変だった。あなたにずっと違和感を抱いていた。あなたはいつも、どんな時も私の前に現れた。名乗り出るつもりはないか。なら答え合わせから先に行こか。まず一つ目、自分が最後の最後まで姿を隠しとったんは、都市崩壊までのシナリオを明るみに出されんための企み。なんかやない。ましてや慎重さとか臆病のそれでもない。自分は堂々とうちらの前に姿を現しとったからや。表の顔と裏の顔を使い分け、さも人畜無害そうに振る舞っとった。気をつけてください。行くよ。2つ目、自分の計画が始まったんは6年前。実際にはオラリオを潰す悪巧みは昔から考えとったんかもしれんが、シナリオが形になったんはそん時で間違いない。全てのケーキは27階層の悪夢。あの悪夢の日、真相に潜んどる汚れた精霊、正確にはその分身は何かに惹かれて仮想にまで上がってきた。そこで自分は初めて知ったんや。自分のシナリオを完成させるための最後のピースの存在を。それと紐づいて3つ目、汚れた精霊と接触、そして交渉に成功した自分は、シナリオ遂行のためにイビルスの残党と精霊の地下勢力を引き合わせた。姿を一度も現すことなく、レビスとかいうクリーチャーと仮面の人物を通じて、せやけどイビルスと地下勢力をうまく操っとるようで、自分はその実板挟みに劣った。特に後者のクリーチャーどもの無茶ぶりを飲むためにアリアを探さんといかんかった。うちらが最初に遭遇した食人館、あのモンスターフィリアの事件もクリーチャーどもにせっつかれるあまり起こしたもんや。アリアを探し出すために自分はほんまは起こしたなかった。いや、どちらでもよかったってところか。ギルド、ウラノスらが何かを隠しとると気づいとった自分は、信用を地に落とすためいろいろ画策しとったんやないか。自分が動きやすくなるためにな。酔っ払いの口からウラノスへの不信を伝えた。その仕込みや。先に言うておくと、
自分はアリアに見当をつけ取った。多くの精霊を喰らった汚れた精霊が求めるもんなんて精霊由来の存在しかあらへん。ならそれは精霊本人か、精霊の血を引くもんか。27階層の悪夢に居合わせた汚れた精霊、それが引かれとったなんかっちゅうんは合図や。うちのファミリアに入団してダンジョンの中で初めてエアリアルを使ったあの日、汚れた精霊はあの子の存在に気がついた。地下勢力の協力を得るために自分は本格的に合図を狙うしかなくなった。せやから自分はうちらを巻き込むしかなくなった。うちの答えを聞かせたる。エニオの正体は。やったにゃー、にゃーのおかげだにゃ。ダメだぜ、みんな。最初の違和感はアイズさんを追って24階層のパントリーを目指していた時、ベイトさんたちと話していたあの時魔力を感じました。一人だけ、私だけが。魔法だけがトリエードの抜かしているうちはてめえは一生お荷物だ。ベートさんの言う通り、何も言えない。あれ、どうした。なんだろう、今わずかに魔力を感じたような。次の違和感は初めてクノッサスに侵入した時。止まれレフィア。な、何かあったんですか。静かにしろ。わざと私たちの前に現れた。そして私たちに気づいていないふりをしながらわざと尾行させたんです。私たちを迷宮の門前まで導くために。団長たちと別れてクノッサスをさまよった私たちを、いえ、私だけを外に逃がすために。レフィア、何を言ってるんだ。最後の違和感は私の前で私の大切な人を惨殺したこと。おかしいんです。そもそもあの時どうして私が助かったのか。ガレスさんたちと同じ中枢部にいた私たちがなんでアキさんたちがいるダンジョンの出入り口前までたどり着けたのか。どうして私たちがタイロの目の前まで避難できていたのか。あの時もあなたは
強襲するふりをして私を迷宮の門前まで追いやったんです。私の心を壊すことになっても、あなたは私をクノッサスから遠ざけようとした。あなたはずっと私を守ってくれていた。そうなんでしょ、フィルビスさん。いつから気づいていた。なんだこいつ。そのエルフは前の作戦で死んだんじゃねえのか。見ました。確かに俺たちはマイナですが、モンスターに食いちぎられるところを。そんな嘘、どうして。気づいてなんかいなかった。ロキたちの話を聞くまで抱いていた違和感と向き合おうとすらしなかった。仮面の人物の正体はレフィーヤがよく知っとるやつかもしれん。でもロキの話を聞けば聞くほど分からなくなってしまったから、あなたは本当に死んでしまったのかって、本当は生きてるんじゃないかって。団長たちの話を聞いて逃げ道を塞がれて、いても立ってもいられなくなってしまって。レフィア、これから僕たちが持つ仮面の人物の情報、そして見解を話す。フィルビス・シャリアを知る君の考えと照らし合わせてほしい。その上で君の結論を聞かせてくれ。気をつけてください。負けさせないよ。てはっ。前回の遠征時、未到達領域にアタックを仕掛け、竜の壺で分断された我々を仮面の人物は極彩色のモンスターを率いて強襲した。レフィアたちと合流するため53階層を進行していた時だ。あの時仮面の人物は僕たちを脅かしながら何かを探していた。はあ。何かを探している。合図か。あの時仮面の人物が探していたのが合図ではなく、レフィア、君だったとしたら。わしらの中で一番の疑問は、レフィア、お主が最初のクノッソス突入の際にマイナデスと共に無事でいたことじゃ。わしもフィンも窮地に立たされる中、お主だけが迷宮を脱出できるルートを発見できた。不自然なまでに。もし君の隣にいた人物が敵の内通者だった場合、クノッソスの罠を避け君を安全地帯に逃がすことも可能だろう。レフィア、私はこのまま外の出口を探すべきだと思う。下へ落ちていった仲間を案ずるお前の気持ちはわかる。だが今はなんとかこの迷宮から脱出し、外に救援を求めるべきだ。言っていた。あの人は確かに私に言っていた。
てわがままで、なんて強情なんだ、なんて危なっかしいんだ。お前はどうして私の気持ちを考えてくれないんだ。私だってお前を死なせたくないと思っているのに。レフィア、君の意見を聞かせてくれ。クノサスへ侵入したあの時、団長がクリーチャーに切られて、ナウルさんたちが下へ逃れて、ペートさんたちとも分断されて、私とフィルビスさんが二人で残ってしまったあの時、あれが決定的な違和感でした。赤髪のクリーチャーは取り残された私を見逃しました。でもあれが見逃したんじゃなかったのだとしたら、彼女の同志が私の隣にいて、自分が手にかける必要もないとそう判断したのだとしたら、それに貴様、仕事の一つもこなせないのか。なぜあいつが今も生きている。そんなの嘘だって叫びたかった。生きていてほしいって喜びたかった。待て、どういうことだっての。さっきから何を言ってやがる。陰険エルフと仮面の野郎は今までも同じ場所にいただろうが。そもそもそいつはてめえの前でモンスターに食われたんじゃねえのか。だから情など捨てろと言ったのだ。すべてお前が招いた集大だ。顔どころか匂いまで同じだと、どうなってやがる。今までフィルビスさんは私たちの前で二つの魔法を使ってきました。一つ目は超短文詠唱の雷の魔法、二つ目は障壁魔法。もし三つ目の魔法がもう発現していて、それを隠していたとしたら、ずっと明かさなかった三つ目、それはきっと分身魔法。やりましたね。あなたはエニオなんかじゃない。違う、違うわヘルメス。私はエニオ、私がエニオよ。あなたまで新種を飲まされているなんてことはないだろう。信じないよ。違うわ、私が全ての黒幕、私が全てやったの。デメテル、どうかもうやめてくれ。俺はこれ以上あなたを恥ずかしめたくない。あなたがスケープゴートになり下がったのはエニオをかばうためじゃないだろう。
取引が発生したか、あるいは脅されたか。深入りしすぎたの。様子がおかしかったあの神を私は背負ってしまった。そして私が不用意な真似をしてしまったためにペルセフォネたちを人質に取られた。言うことを聞かなければ子供たちを殺すと告げられた。私は最初それを拒んだ。そうするとあれはあっさりと一人殺した。私は動揺した。するとまた一人、すぐにやめてと叫んだ。また一人、私が泣くとまた一人。自分が十分に壊れていることを証明した後、あれは言ってきたの。お前は何もしなくていい。何も謝る必要もない。ただ口を閉じていろと。あれの狡猾なところは、結んだ契約は律儀に守ること。私がおとなしくしているとあれは誰も殺さなかった。そして私が妙な真似をすれば直ちに子供たちの命を奪い、反抗する気力を奪った。アレスのところのラキアが攻めてきた頃かな、竹三日月に相談されたんだ。デメテルの様子が変だった。俺じゃ女心を理解してやれん、力になってやってくれって。竹三日月らしい。でもヘルメス、あなたがもしその言葉を真に受けて接触してくれば、私は絶対に逃げた。怪しまれようと身を隠した。今この場所に一人で引きこもっていたように、誰からの接触も拒んだわ。全てエニュオの思惑通りにか。ええ、だから気づいた時には全て遅かった。私は子供たちとオラリオ全ての命を天秤にかけてしまった。それで黒幕に祭り上げられた。そうよ、私はあれを計りきれていなかった。あれの本性がどれほど歪んでいたのか、天界にいた頃から理解できていなかった。エニュオの正体は、ディオニュソス。茶番は終わりや。お見事、ロキ。気づいていたか。いや、見抜かれてしまったか。やはりあなたの前で道化を演じきることは不可能だったようだ。抜かせたアボが、自分うちらの前でわざと言おうとったな。
ああ、新種。ソーマと一緒にディオニュソスんとこのワインセラーから見つけた。これなら神も完全に酔わせる。ソーマの保証付きや。新種を導入剤にして、己は自分に暗示をかけ取ったんやろ。自分は正義の味方、自分はうちらと共に悪を打つ神。そんな馬鹿げた暗示を。酔っ払った己はほんまにそれを信じ込んどった。意図的に。そして疑似的な二重人格を作り出したんや。新種を作った自己催眠、自分を正義の神やと思い込んどったクソったれが。どこでエニオが私だと気がついた？創刊の柱が上がった直後はほんまにデメテルやと思い込んだ。他なら酔った自分の情報に踊らされてな。それで？せやけど、まずはデメテルがこんな馬鹿げた酒を作れるんかっちゅう疑問を覚えた。デメテルが司るんは豊穣。酒の材料は準備できても製法まで押さえとるんかってな。もしかしたら隠していたのかもしれない。馬鹿し合いは神のお箱だろ。その通りやん。せやからこれは前提。次に引っかかったんは立て続けに起こった創刊と神の数。柱になって帰ったと思とったディオニュソス、そしてうちの前で飛んだタナトス、それ以外にもう一人神がおらんなっとることに気がついた。身を隠したデメテル以外にな。もうやる意味もないが、せっかくだ。最後まで答え合わせをしよう。私でないとすれば、あの創刊の正体は？みんな、行こう！僕だって！ははははペニア。ここに乗り込む前にな、ダイダロス通りの住民が避難しとるとこに寄ってきた。聞き込みをしたらスラムのコーラが答えてくれたわ。いつの間にかペニア様が見えへんなったってな。エニオはディオニュソスに自己暗示をかける以外にもペニアを酔わせとったんや。ほんで言うことを聞く傀儡にしといた。真のスケープゴートはデメテルやなくあの貧乏神や。素晴らしい。他には？ペニアを酔わせといた理由はもう一つある。それが自分の子供をすべてペニアの眷属へコンバージョンさせるため。自分は自分の眷属やった子供らも酔わせとったんや。大方ステータスの更新の時だけとかな。あの頃あの貧乏神がディオニュソスに見えとったんやろ。それから自分が最初仇に殺されたと抜かしとった子供ら
あれは酒の酔いが薄れて自分らがディオニュソスの眷属やないと気づいてしまったもん。せやから始末したちゃうか。すごいなロキ、当たっているよ。当たっているとも、すべてあなたの推理通りだ。見事としか言いようがない。このクソ神か。ペニアは本当にいい隠れ蓑だったんだ。私のシナリオが具体性を帯びた瞬間、真っ先に利用しようと思いついた。犯人探しの保険のためにね。もちろん神がゆえに一癖も二癖もあったが。ああ、その癖のある神が見事にヒントを残しといてくれたわ。なんだって？自分とこのワインセラー以外で、うちは同じワインを別の場所で目にしとった。それがペニアや。ダイダロス通りで最初に会った時、あのババアはあれと同じワインボトルを持っとった。それを思い出したんや。はあ、まったく卑しい彼女の性分を忘れていた。あれほど適量以上は口にするなと念を押していたのに、こちらの目を盗んで飲んでいたのか。そんなペニアもここで自分に始末された。すまないロキ。答え合わせはすべて正解だ、ロキ。本当に、あなただけは敵に回したくなかったよ。最後に一つだけ聞かせてほしい。どうして私がエニオだと確信に至った？姿をくらませているデメテルは依然、限りなく黒に近いグレーのまま。ペニアのワインボトルのそれも推理の決定打ではないだろう。あなたのその論法なら、送還されたのは私で、ペニアこそ自ら酔って疑いの目を交わしていた、という推理も成り立つ。なのになぜ、私だと。実際、最後の最後まで、誰がエニオか絞れんかった。自分の言う通り、いくつかのルートは存在した。せやけど、そこでドチビの言葉を思い出した。ヘスティアだって？自分のことを眺めながら、ドチビは天界時代のことをいろいろ話しとった。自分の病気のこと、うちと同じように他の神々に殺し合いをけしかけようとしたこと。あのドチビはな、ディオニュソス、自分のことをおかしい言うたんやない。怖い、そう言うたん。僕はディオニュソスのこと怖いって思ってたかな。気に食わんけど、ほんまに気に食わんけど、うちはドチビを信じた。それだけのことや。はあ、
エスティアか。まったく、展開の頃から私の目論見をぶち壊しにしてくれる、あの忌々しい女神め。聞かせろ、あの仮面のクリーチャー、あれは自分の眷属よ。ああ、そうとも、私の可愛いエインだ。お疲れ様です。やりましたね。ずっと明かさなかった3つ目、それはきっと分身魔法。正解だ。53階層で団長たちが戦った時、仮面の人物はリベリア様の魔法を回避したと聞きました。吹雪で視界が塞がれた一瞬を利用して砲撃から逃れたと。でもそれが回避ではなく魔法の解除だったとしたら、書き消えるように姿をくらますこともできる。まさか吹雪で視界が塞がれたあの一瞬で逃げたというのか。信じられん。なんという早業。いや、逃げ足だ。もしフィルビスさんが二人いるなら、全ての違和感がつながって辻褄が合う。わずかな情報で察するとは恐ろしいな、ロキファミリア。そんなお前たちに手がかりを与えてしまうとは愚かだな。私はまさしく愚物だ。お前のエゴがディオニュソス様の計画にことごとく支障をもたらした。恥を知れよ、愚かなフィルビス。分身の人格が独立してる。完全な同一人物じゃない。二重人格とも違う。まるでフィルビスさんの心の中身をそのまま見せられてるような。くだらねえ魔法なんざどうでもいい。てめえはあの赤髪の女と同じ化け物なんだな。そうだ、フィルビスさんがそうなってしまったのは27階層の悪夢のせいなんですか。どうした？ここまで来たんだ。せっかくだから話してやれ。うるさい。お前が好きなレフィーアには弁明したいだろう。同情して慰めてもらえばいい。よせ。なんなら私が話してやろうか。やめろ！レフィーア、お前の言う通りだ。あの悪夢の日に私は汚れた。いや、汚れた。あの時はまだ脆い誇りを抱いて
秩序の使者を気取っていたか。仲間と共に27階層へ赴き、あの地獄を無我夢中に切り抜けた。そこで私たちは最後にあれと出会ってしまった。あれ？汚れた精霊の化身だ。私を残して仲間は全滅した。抗う暇もなく圧倒的だった。限りなく悲惨だった。私の心なんて折れてしまうほど。待て、てめえは仲間を見捨てたんだろうげ。王を巻いて逃げ出したなら、いつそんな化け物になりさがりやがって。逃げなかったんだ、そいつは。仲間の助ける声を聞いてしまい、立ち向かって、そしてあれに返り討ちにあった。何の意味もなく無駄死にした。あとはもうわかるだろう。逃げろ、キュービス。助けてくれ。帰り討ちに遭い、肉の塊になった死にかけのエルフに精霊は魔石を埋め込み、今のフィルビスが出来上がった。そんな、あの日精霊の化身が27階層にいたのは偶然ではなかった。あれは血の匂いに誘われて、大量に集った冒険者たちの中から新しい触手を探していた。フィルビス以外の冒険者にも魔石は埋め込まれたが、生き残ったのはそいつだけだった。それじゃあ、リビラの町でボールスさんたちが見たフィルビスさんの絶望は、ファミリアを見捨てたからじゃなくて。そうだ、化け物へと落ちた己への絶望だ。そこからは死のうとした。何度もあらゆる手を尽くして、だが死ねなかったんだ。何度焼いても、何度貫いても、
傷が塞がってしまうんだ。あの母が私を殺させてくれないんだ。仲良くしましょう。あなたの名前は？空が見たいの。私の願いを叶えて。魔法が発現したのこんな体になり下がった後のことだ。そしてこんな汚れた私にあの方は囁いてくれたんだ。嘆き苦しみ、それでも誇り高くあろうとするお前は美しい。美しいお前を私は愛している。そうだ、いかなる種族とも異なるお前をお前自身が許せないというのなら。他の子供たちをお前と同じ存在にしてしまおう。そんなこと！だが、あの時の私にとってあの方の言葉は間違いなく救いだったんだ。こんな汚れた私を愛してくれるというあの方の願いを共に叶えることこそが私に残された道だったんだ。だってあの方しかこんな私を受け入れてくれる人はいなかったんだから。